自分が卒業してからどんどん変わる秋ドラの景色に悔しいと泣いていた猪狩。昇格は秋ドラから努力や苦労が報われた猪狩自身が勝ち取ったものです。私はセンターにいて、隣でパワフルに踊るなっちゃんや猪狩に負けないように頑張らなきゃって常に思ってたよ。今度は私がなっちゃんと猪狩の背中を押すからね。だからずっと変わらない太陽のような二人でいてください。上から普天のステージを見ながら、また同じステージに立てる日が来るように私も頑張ります。自分が何も変われなかったくて、すごい悔しくて泣いたんですよ。で、新生になってやっぱり上がっていった人たちのステージとか見るたびに悔しい思いとかもすごいして、でも私はもうそのスライムガールズっていうことには変わりがないから、じゃあ私はスラガのセンターも取れなかったけど、でも私はセンター同じぐらい私も輝きたいと思って、この3ヶ月、約3ヶ月は毎日どうやったら輝けるかなとか、どうやったらスラガ役が良くなるかなっていうのをすごい考えてやってきたので、そのあの時すごく悔しかったんですけど、でも今はこうやって私をなんか私を少しずつ変われるものが見つけれたので、今のスラガでなので、なんか今のスラガに残ってて、私は
良かったなと思います。秋ドラスタッフだったんですけど、もっと見習い生として秋ドラで働いてて、でもその秋ドラスタッフの時間が長くて5ヶ月ぐらい働いてたんですけど、多分そこでの経験が身になって今こうやってこうスライムガールズに入ってモズに昇格してっていうのができたんだなって思います。まさかボート乗れると思ってなくて、で私たち本当ボートに乗りたかったんですよ、すごく。で念願のボートに乗れて、しかも赤と黄色のサイリウムでみんなが迎えてくれて、すごくもう私にとってもとても大切な時間でした。最高に本当に嬉しかったです。今回は本当アリスのタレントみんなの憧れだと思うので、もうそんな憧れのボートに乗れたのが本当に嬉しくて、もう一生忘れられない光景になりました。はい、マジマジ持ってるんですよ。毎日じゃないですよ。いやマジ撮影会とかなんか、撮影会とかマリン衣装とかそういう盛らなきゃいけない時、そうなんか写真超なんかすごいと思う時、だいたいパッドさん前に出てるからでも、まあ、オズの衣装ももしこの辺が見えるような衣装だったらば、まあね、もう3枚とは言わず4、5枚詰めようかななんて思ってたりいやそれね、今ゼロですちょっと私、まあ、入れなくても全然いいくらいなの。え、何を言うんですかどうなるか私たちも全然分かんないんですけど、まあね、明日楽しみたいし、いろいろとね盛りだくさんに、うん、なるんじゃないかな。ここも持ってね、そうだね、猪狩のここも盛りだくさんになって明日は最高のステージにしたいと思います。